から I'm your host Coach L から Dom Detox New いいよねというわけで皆さんこんにちは。体デトックスニューヨークヘルスコーチのマニです、KDLY オンラインサロンでは皆さんが死ぬその日まで本当にもう自由に生き生きと生きられるように健康とウェルネスという観点から様々な情報とかツールとかをお届けしております。で今日はですねウェルネスという観点から私のですね個人的な工夫をちょっとシェアしようかなというふうに思っております。でウェルネスってどういうことかなというとですねライフスタイル全般において健康的にしていくというもので、例えばお仕事とかで人間関係とか、まあ、そういうところにおいてのさまざまなアイデアとかをね、まあ、シェアしようということなんですが、今日はですね皆さんこのお仕事というところ、普段やっぱりね生きていて結構大半人生の大半仕事というところに時間費やすじゃないですか。まあその仕事も会社に行くだけが仕事じゃない、やっぱりお家でママという、まあ、職業されている方、まあ、職業といったらおかしいな、ママも立派な仕事じゃないですか。まあそんな風にですね何かやっぱりお仕事、労働しているっていうことがあると思うんですけど、これによってですね結構まあその特有の体調の、まあ、不調とか起こりやすいですよね。例えば、まあ、職業柄、ドライブをに、まあ、携わる仕事をしている方、タクシーの運転手さんとか、あとはトラックドライバーさんとかで長時間座っているから腰痛が起こりやすい、あとはまあ体がむくみやすいとかね、リンパがうまく流れなくって体むくみやすいぞみたいな。で他にもですね例えばママ、じゃあママでいきましょうか。ママとかですね本当新生児だと3時間おきに起きる、まあ、パパもそうかもしれませんよ。2人で協力して3時間おきにミルクあげないといけないからめっちゃ寝不足になるとかね、もう本当に新生児を抱えてる人たち特有の体調不良みたいなのも起こりやすいっちゃ起こりやすいですね。まあ、愛情いっぱいだからそれもできるんだけど、そういう風にあ眠たいみたいなことも起こりやすいと思います。他は、まあ、看護師さんとかは昼と夜の勤務、交互にやってきたりして、まあ、それでちょっと体内時計が狂いやすいぞみたいな、まあ、これもずっとやってると慣れてくるそうですけど、まあ、フライトアテンダントさんも海外とか行ってね時差のある中で、まあ、やっぱりそれ特有のそれぞれの体調不良って起こりやすいと思います。で私なんですけど、私ここやっぱりここ10年ぐらい自宅で仕事をしていて、でデスクワーク非常に多いんですよ、量が。でパソコンを使ってですねニューヨーク拠点にしていますので、クライアントさんが日本にいたりとかチームが日本にいたりとか、もう本当に日本だけじゃなくて他の国とかと、まあ、ミーティングすることも多いんですけど、そうなるとですねパソコンを使うのが本当にもう必要不可欠というか、これなかったら私のビジネス存在しませんので、パソコンを使って仕事してるんですけど、こうなると本当にデスクにずっとねこう座って仕事してるみたいな状態になっちゃうわけですよ。で最初のこの自宅で仕事を始めた頃にやっぱり一番最初に体調不良が起きてきたのが腰痛なんですね。もうそんなこと知らないので、ずっと仕事座って仕事したら一番最初、今でもはっきり覚えてます、なんかね横後ろこの横腹のちょっと後ろらへんがつってきたぞみたいな感覚が、これ何このつって、痛みじゃないんです、その時はなんかつってるなーって、ね、たまたまうちのアパートの中にカイロの先生が、やっぱカイロプラクティックの先生がいて、でその方に相談したら、あこれねって腰痛の始まりだよみたいな、しっかりこうストレッチしてねっていう風に言われたんですね。でもその時あんまりそのストレッチの重要さにはそんなに気づいてなくてやってなかったんです。そしたらめっちゃ痛くなりました。もう明らかに片方だけで、結構いろいろ調べると座り癖、いつもどっちかに体重偏ってるとかね、もう座り癖とかも影響してくるわけです。長時間座ってるだけじゃなくてね、でこうなるとこっちを守るために別のところ痛くなってくるとか、なんかここの痛みの原因実はここだぞみたいな、なんかそういう体のつながりとかめっちゃ分かってきたわけですよ。なのでやっぱりね体調がいいからこそ集中力がすごくいい状態で生産的な仕事ができるっていうことが、本当にここ10年で私が学んできたこと、体ありきもう痛みがない
絶好調な状態を維持してこその仕事だというふうに思ってますので、この10年間でね得た私のちょっとした工夫をデスク周りを今日はちょっとご紹介しながら、皆さんにちょっと役立つものとかね、よかったらもしあれば取り入れてもらえたらなというふうに思います。というわけで早速ちょっとデスク周りを見てもらいます。 Here we go。はい、というわけでこれ私のデスク周りです。で、見てもらったら分かると思うんですけど、基本的にもう本当に最低限必要なものしか置いてないんですね。で、ペン立てとかも置いてないし、もうなんか見える限りなくもう本当にいらないものを削除して集中力を高めるようにしています。もうごちゃごちゃあると気が散って仕方ないんですね。で、じゃあペンはどこにあるのかというと、ここ引き出しに全部大事なものを直してすっきり見えるようにしています。もう本当にティッシュの箱ですらこの白い箱に入れて、なんかそのままのねクリニックスの箱とかむき出しにならないようにして、気散らないようにしてます。で、他にもまあ大切なものといえばこのウォーターボトルですね。必ず私はお水をちょこちょこ飲むので、このボトルで入れてる置いてあるんですけど、前にねマグカップ置いてたんですよ。マグカップとかグラスとかね。そしたら、背が低いものでもうっかりバタって倒れて水ジャーってこぼれて、キーボード過去に3回ぐらいダメにしちゃってるんですね。もう最悪じゃないですか。で、私バカだなと思って学習しないなと思って、ちゃんと3個目潰して学習して、ウォーターボトルちゃんと蓋してね、倒れても水がこうこぼれないように工夫をしています。で、この観葉植物ってなんかね置いておくと集中力が上がって、なんだアイデアが出やすくなったりするそうです。私はねこのちっちゃいの置いてますけど、事務所とかに大きい観葉植物もあってもいいみたいだし、とにかく観葉植物ってアイデアが浮かびやすいそうです。はい。で、他にですね、こだわりといえばこのカレンダー、めっちゃでっかいカレンダーね、これミーティング中とかちょっと次いつ打ち合わせしますかって言ったら、こうパッとこう顔見上げてね、ここに、ここでチェックして、すごい便利です。で、他にもですね、ちょっとアート的なもので言うと、このメッセージのね、これ針金でできてるんですけど、いくつか私のお家の中に貼ってあって、ここの仕事のセクションは Dream っていう夢を叶えるっていうことで、この Dream っていうメッセージを壁に、突き刺してですね、なんか、頑張ってる、頑張らないとなっていう時に、この Dream っていうメッセージを見て、夢を叶えたいなと、皆さんのヘルシー、セクシー、ハッピーに役立つツールとかね、作って喜んでもらいたいなっていうのが私の夢なので、これをね、見上げて見えるようにメッセージをここに置いてあります。はい。で、私のこだわりグッズなんですけど、このまず1つ目、椅子ですね。これ、ハンマーミラーの椅子なんですけど、過去にね私すっごい安いの使ってて、もう腰痛めてしまったんですよ。で、これはダメだと思って、あまりねお安くはないんですよ、私にとっては。で、1000ドルちょっとぐらいしたのかな、この椅子をですね投資と思って考えたら、腰痛が随分なしマシになった。で、これもいいんですけど、でも基本的にはやっぱり長時間座って仕事したりとか、長時間座ってるって良くないんですよね。で、集中力も座ってるのだと集中力もかけるっていうふうにも言われてて、最近スタンディングデスクが結構話題になってると思うんですけど、長年欲しくて買ったんです、これ。で、大正解です、買って。はい。で、どんな風になるかというとですね、ここに高さをですね記憶させることができるんですね。で、2番を押すと私が立った時にちょうど合う高さになっていきます。じゃあちょっと見せますね。今これバーッと上がってるんですけどね。はい、にーにーにー、はい。というわけでこういう状態になって、立ったままねカチャ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 と仕事ができるんです、この立ったまんま。もうこれでかなり腰痛が改善しました、最高。なのでちょっとね長時間座って腰痛いぞという方とか、これは本当に投資だと思って買うと今いいと思います。もう数年前よりもねだいぶ価格も安くなって買いやすくなってると思いますので、で高さもこうやってね記憶ができますし、これついてなくても自分でね調整できるものもありますし、これはねめちゃくちゃいい投資だと思います。ちなみに使い方は、私は大抵2時間ぐらいタイマーをして、2時間経って仕事をしたら、少し休憩入れて、今度は30分ぐらい座って、で次にまた立ってみたいな、そういうの1日繰り返してますね。めっちゃ腰痛改善しました、おすすめです。というわけで、以上私のデスク周りをご紹介しました。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。私なりのね工夫をいろいろしてたんですけど、やっぱりポイントとしてはですね、一つ集中力が、高い状態を維持できるかどうかっていうところで、私の、工夫だとあんまりなんて刺激的なもの、視覚的に刺激的なものはもう入れないっていうので、カラフルなものとかペン立てとかね、なんかこう物物質が目の前に限りなくないように、パソコンはあるんですよ、それにしてもごちゃ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 ならないようにしている、集中力を高めるため、つまりは生産性が高い仕事、短時間でギュッとちゃんと仕事ができるとか、タラ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 仕事をしないとか、なんかやってるようでやってないような状態が続かないとか、それで言うと物がないもそうですけど、もう一つね、携帯を遠くに置いてます。はい、すぐに届くようなところに置いてないんですね。であともう一つはアプリの通知機能全部オフにしてます。なので例えば Facebook で誰かがいいねとかしてくれましたとかも全部そういうのオフにしちゃってます。じゃないとやっぱりピンってなると、あれってね、ピンとなるとアドレナリンが出るんですよね。でなんかこう気持ちよくなっちゃう、いいねとかついてるの見ると気持ちよくなっちゃって、そういう心理も生かしたソーシャルネットワークらしいですけれども、やっぱり自分で分かるんですよ、完全に気持ちがパーンってそっちに行っちゃう、気になるんです。なので通知は全部消して自分のタイミングで見るようにしてますね。なので携帯は近くに置かない、もう限りなく気が散るものはからもう遠ざけるということをまずしてます、一つで。二つ目はやっぱりですね、体調管理を完全にして、その上で体調、いい体調ありきで仕事ができるっていう考え方をすごく私はもう今10年で完全に自分のものになっていますので、途中でですね、仕事をしていても10分の休憩をとって、このストレッチボールっていうね、ボールを使うんです。これまたいつかお話ししますけど、ボールを使ってこの凝り固まったところとかね、マッサージとかしながら、血流を良くして、もうあとでねドーンっていう痛みが起こらないようにもう事前に気をつけてます。で他にもやっぱりこの休憩の時には、メガネをこう取ってね、外をじーっと見て、外かと遠くですよね、視界を遠くにして目の筋肉とかをね、こうあんまりギューってなってるのを緩やかにしてやって、目の疲れを取るようにしてますね。じゃないと本当にパソコンずーっと見てたら目がね、もう疲れてで頭痛にもなって、私は頭痛はないんですけど、やっぱり疲れの原因で集中できなくなります、いい仕事できないので、もう休憩はタイマーで、ちゃんとセットをして取るようにして、で体調回復の時間とかもしてますね。で他にも私がジムに行っている理由も、実はその健康のためっていうのもそうなんですけど、お休みしてるんですよ、私仕事から離れてるんですよね。なので、仕事から離れて、2時間ぐらい家を空けて気分転換をする、外の空気を吸いに行く、そして体を動かして短時間で達成感を得るみたいなね、ドーパミンが出て達成感が出るとか、そういう効果とかも得て、帰ってきてすっごくリフレッシュしてまた仕事ができるとかもそうですし、他はですね、意外とジューシングの時間、私3日おきにジュースをね、コールドジュース、プレストジュースを作るんですけど、これめちゃくちゃ仕事から離れるいい時間なんですよ。めんどくさいという方多いんですけどね、いや意外とジューシングってめちゃくちゃいい、もう本当 に逃げの口実、仕事をしなくてもいい口実なんですよね。じゃないと私も本当に大量にこなしたいことがたくさんあるので、もうずっと仕事しちゃうんですよね、なんかね。なので仕事っていうのも嫌なんだな、本当は好きなことなので、だけどずっとそれやっちゃうので、やっぱりこうジューシングやったりとか、自分でねそうやって、なんかこう仕事から離れる時間っていう、こういう折り合いっていうのをうまくつけるようにして、体調を壊さないように、そして仕事をするんだったら生産性を高くして、タラタラ仕事をしないようにみたいな工夫をしています。皆さんいかがでしょうか。なんかね、最近やっぱりあれですよね、オフィスとかでもね、スタンディングデスクとか入れてる会社もありますよね。でなんか個人的にね、スタンディングデスクをにしたいなっていう方もあると思うんですよ、会社がそんなの取り入れてくれない。そしたらね、なんかこう補助的に今の机の上に置いてスタンディングの状態でできるみたいな、ちょっと安めのやつもあるみたいです。もし私ちょっとAmazonとかで調べてあったらリンクとか貼っておきますので、もし概要欄見てリンクあれば、そこからちょっと飛んでみてください。私のやつも実際ね、結構長年ずっと欲しいなと思って、やっと手に入れて、やっぱり入れてよかった、買ってよかった、はい、もう本当に腰痛なんてあっちゅう間に解決しました。体ってすごいなというふうに思いましたけど、ぜひですね、皆さんデスクワークが多い方とかは、特に私のね、今日の、ビデオから
なんかこう役立つ学びがあればちょっと1個やってみたいとか、で、まあ、もしかしたらねデスクワークしてない方も観葉植物ちょっと用意するとか、まあ、なんかあるかもしれないのでぜひですね皆さんそういうのやってみてください。なんか携帯を置かないとかね、自分から通知は全部オフにして自分が見るときにやるみたいな、もう相手に呼ばれていかないみたいな、携帯に呼ばれていかないみたいな状態にしてもいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日はですねウェルネス仕事に役立つ私の工夫をご紹介しました。 That's all for today. Sending you lots of love and kisses from New York. See you soon. Bye.